失礼いたしますおはようございますどうぞおかけくださいありがとうございます失礼いたしますまず確認のためにお名前と所属をお願いします首都大学東京人文社会学部佐藤陽子と申しますよろしくお願いいたします では、佐藤さん、我が社を選んだ理由について聞かせてください。はい。私はグローバル教育に関わる仕事にぜひ就きたいと思っております。特に外国人のための日本語教育や学習の支援をしたいと考えており、御社に入社させていただけるなら、自分の夢を実現できると思っております。昨年、インドネシアの中学校で実際の日本語教育指導も、 教育実習で3ヶ月間経験しました現場での教育経験で自分も成長できたと思います英語とインドネシア語もだいぶ習得でき今も勉強を続けていますまたどんな環境でも人とコミュニケーションを取って生活していく自信もつきました御社なら自分が勉学した内容や自分の性格を生かすことができると思っております それに仕事を通じて子どもたちやこれからの世界に貢献できると思っております入社させていただけるならこんなにも嬉しいことはございませんそうですかでも入社してから自分の希望の仕事だけではないこともありますが大丈夫ですかはい、そうですねでも私は御社がなさっていること全般に対し 基本的に共感している思いがありますのでどんな仕事でも自分の力を発揮できると思いますそうですかわかりましたあと外国人の方々の日本語教育学習の支援を行っているということですが具体的にはどのようなことを行っていましたか